どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはヴィンテージの古いバーバリーのステンカラーコートでございます。バーバリーのコートの染み抜きの事例はですね、めちゃくちゃ多くてですね、当店で一番得意な染み抜きになってるかなというふうに思います。まあ、すごい数ご依頼ご相談ございまして本当に嬉しいです。今日のはですね、めちゃくちゃ汚れてるんですよ。もう全体がですね、本当に黒ずみがすごくて、まあ、これぐらいの状態で入荷するっていうのもですね、なかなか珍しいんじゃないかなというぐらいの汚れ具合でございます。もうね、全部です、全部。そのここに汚れがついているとかじゃなくてね、もう全部なんですよ。もう厚手の部分すべて黒ずんでおります。袖、襟、もうね、本当にね、びっくりしますよ。どれだけ長いこと洗わずに着ていたんだろうとか、思いますね。本当にすごい。汚れがひどければひどいほどですね、やっぱり洗浄力を重視した作業をせざるを得ないわけでございまして、望ましくない変化の兆しがなければ、もうシミが取れるまで、汚れが取れるまで作業を続けるというようなスタイルでやっております。素材ポリエステル 67%、 コットンが 33% かな。化学繊維と綿がですね、混じっていて、お洗濯液表示はドライクリーニングのみになっております。いやいやいや、タグまですごい汚れてますよ。これはね、もうやりがいがありますね。ワクワクしますね。はい、仕上がりがこちらでございます。もうね、本当に同じコートで撮影してますかと突っ込まれても おかしくないぐらいの、その劇的なビフォーアフターが撮ることができております。撮ることができる。そうだな、本当にね、めちゃくちゃ手間はかかるんですよ。別な言い方をすれば、その手間を適切な洗浄力を重視した染み抜きに効果的な適切な手間をかけなければですね、こんなに綺麗にすることができない、でもこうすれば綺麗にすることができるぞというようなことでですね、本当にひたすら、地味な作業ではありますが、その綺麗にするための作業をとにかく続けると、めちゃくちゃ時間はかかるんですが、まあ結果的にね、こんな風にシミゼロの状態、あれだけ全体にシミがあったのがですね、もうシミ汚れがゼロなんですよ。ゼロ、どこにも色の段差がないんですよ。本当に良くなりました。生地の張り感、質感、風合い、すごくいい感じに復元できておりますしね、こういったところ、ちょっと擦れの多い部分、厚手の部分、縫い目の部分なんていうようなところ全部黒ずみでした。それがね、全く黒くなってないんですよ。全部綺麗になってます。本当に良かったです。タグのところもね、すっきりと綺麗になりましたし、これはもうね、古着だというふうなことで、すごいヴィンテージのいい雰囲気の古着としてですね、シミ汚れがゼロになったので、これから長いこと着ていただけると思います。やっぱあれだけね、汚れが、ベルト、そうそう、ベルトもめちゃくちゃ汚れていたのがですね、本当に黒ずみなくなっておりますので、もうね、安心して、快適に気持ちよく袖を通していただけると思います。まあ、そうしてほしいというふうなことでね、お預かりしておりますので、綺麗にするために必要だなと思う手間、そしてリスクを減らすためにやった方がいいなという手間はですね、全てかけさせていただきまして、綺麗で清潔な状態にさせていただきますので、ぜひヴィンテージのバーバリーお持ちの方はですね、お気軽にご相談してみてください。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。